皆さんばんはなのかです、今回もインスクライプションの続きをやっていきましょう。前回不思議をね、倒したんですが、まだウロボットをね、ちょっと使えてないので、ウロボットをどっかで使いたいなと考えております。ちょっと待った、通知が来た。何？はい。あ、地下室行けってやつかな？はい。あれこれまずい。なんか不思議を先に倒しちゃうと、もしかして、話進んじゃう？それまずいな。大いなる超越？いや、それはお断りだな。はい。より大きな目的のために生む。だがどんないいことにつながることやら、いろいろね、喋っておりますが、完璧な陽動を私が行うと。挑戦者のあなたはプレイを続けることになるわと。これはまずいね。次のボスを誰か倒したらこれ、もう次に進んじゃうんじゃないかなというね、予想ができちゃっておりますね。これどうしよっかな。あれ？ここにさ、ニューゲームのさ、箱があったよね。消えてない？そういう感じだっけ？あ！これか、ニューゲームが入っていた箱。どこに持っていったんだ？なんかそういう変化もあったりしたんだね。一応こっちの商人のところにも行けますが、特になんか、買い物以外何もないよね。はい、やっとね、ウロボットがね、手札にやってまいりましたので、使ってみましょう。どうなるんでしょうか。あ、はい。さあ、どうなる？おー、コインがいっぱい。一気に増える。これ楽しいね。さあ、何枚までいくんだ、これ。同じく999までいくんかな。おっとおっと超えた。999超えましたね。これは2000までいくんじゃないかな。そんなに上がるんだ。お、やっとか。はい。やっといったね。面白い。さーて、次の場所まで行ったら、とりあえずね、ショップの方まで行ってみましょうか。さて、それではね、大量にね、集めたお金を使って豪遊していこうか。まあ、まずは効果をつけられるだけつけてみよう。そうですね、フィッシュボットなんかはまだつけられるのでね。はい。ああ、なるほどね。いいですね。スナイパーとかあればそっちの方が良かったけど、タッチオブデスをつきました。はいはいはい。さあ、さらに流れてきます。こちらを使って強化していきましょう。これは楽しいね。完全、まあ、最強なデッキができてしまうね、これは。さあ、ウィズボットさんも二股を持っていただきましょう。はい、ですね。1000ぐらいね、お金を使いました。だいたいこんな感じですね。1体、ね、なんとかのやつが1体消えたんですが、まあそこは置いておいて、だいたいこんな感じに強くしてみました。どうですかね？結構強くなったんじゃないかなと思います。はい。それではこの感じで、戦っていきましょうか。ん？ここれなんだ？ああ、倒したよってマークか。なるほど。さあ、こいつと戦ってみましょう。カメラのやつですね。はい。フォトグラファーですね。サクッとやっつけちゃいましょう。ウロボット来ちゃー。ウロボット来たけど。最初こいつ出して、はい。シャッターバグ。君が狙いをつけて撮影する。それで写真が作られると。ほい。写真を撮っておきましょう。はい。1枚引いていきましょう。ダブルガンナーですね。なるほど、なるほど。これは、これでとりあえず終わらしておいて、まあ、攻撃を食らってしまいますが、まあ仕方がないですね。爆弾をどうしようかな。まあ、適当につけておいて、まあ、ここ4ダメージ食らっちゃうんですが、はい。戻しましょう。OK。こういう使い方ですね。さて、1枚引いておいて、セントリードローンですね。シールドボット出していきましょう。あとはセントリードローンも出しておきましょう。はい、敵のカードは、はい。なるほどね。ここは撮影しておきましょうね。はい。で、なるほど。次はルビーの容器を一番左端に出しておいて、はい、ここでボルトハンドの攻撃を耐えていきましょうね。で、ここで戻すことでボルトハンドを、駆除できますと。さあ、これで私の勝利も目前、ウロボットを出していきましょう。これで勝ったんじゃないでしょうか。後半戦どういう感じか覚えてないな。君の攻撃を、私に攻撃を加えたか、君は私に攻撃を加えたか、同じことしか言わねえ。はい。はい、こんな状況でも大丈夫。まあ、写真を撮っておきましょう。はい。ここは1枚引いて攻撃するだけで勝利。OK。やっぱりね、ウロボットがいると楽ですね。簡単に倒せてしまう。こっからは待ち時間でございます。はい。やっとね、終わりましたかね。お金もザックザクと。さて、これでいいんだよね。確かね。はい。よかった。なんか終わらなくてよかった。多分ここで負けてたらもしかしたらストーリー進んじゃうかもしれないですね。それはなくてよかったですね。さて、つけるカードはセントリーかマイティリープかっていう感じなんですが、まあ、セントリーにしようかな。はい。さて、これで、でも、一回戻った方がいいか。あ、大丈夫ですね。カメラが起動するようになったと思うので、こいつを使っていきましょう。こいつですね。なんかね、回るんですけど、こう、回してるときに、フラッシュすると何か見えるんですよね。うまいこといかない。何が見える？ドアが見えたね。なんか墓のところにマークなかった？あ、見えた。ドクロのマークが見えたね。真ん中ですね、多分。なるほどね。真ん中がドクロ。ここがドクロですね。これですね。あと一つどこかにあるんだろうな。どこにあるんでしょう。でもさ、二つ分かればさ、怖っ。やめてくんない？証人。何やってんの？びっくりしたな、あんた、おい。暇なのね。ゃあ最後適当に回してみましょう。多分それでいけちゃうんじゃないでしょうか。あ、いかないね。なんか間違えたかな。とりあえず商人のとこ行くか。だったらさっきのあれか、罠漁師か、もしかしてちょっと違うのか。あるよ、あるけど、この辺は後でやりたい感あったんだけど、まあ先見てみようか。順番に愚者ですね。彼を地獄耳と呼ぶ者もいた。計画を最後まで果たせなかった数多くのディスクの一つ、オールドデータは海を渡った。それを見つけた哀れなバリーは銃弾に倒れた。一応ね、見ていきましょう。二つ目ですね。二つ目は3番選んでいきましょう。女帝、三角形の力を使い、ケイシーがインスクライプションの創造を手伝った。他に関わったものも知っているが、仲間が刻まれたのは彼女だけだった。クリモラのグールの一匹が彼女と同じ名前を知っている。オールドデータについては彼女は多くを暴いた。はい。5つ持ってるかな。次が、13ですね。死神。カーネフェルコードの糸を収集した。それは恐ろしいものだ。コードはカードの中にある。そして忘却の中だ。はい。4つ目。4つ目が、15。悪魔。その呪いはデータを決して削除できないほどの悪意を持つ。彼の邪悪さがディスクと私たち全員を壊した。彼がスクライブの対立を煽った。彼がコードを作り上げた。ないか。はい。見つけたら持ってきます。最後のね、またいる。怖いって、だから、何なのちょくちょく出てくるけど。マジでさ。マジで一番怖いんだけど、あれ。一番上が飛行だよね。あいつ何あいつ分かったわ。罠漁師でも、商人でもない、トーテムをくれたおばはんだ。あいつ何してんだよ。マジで怖いんですけど。他にヒントらしきものはないですよね。うん。またどっか見たら、やっぱいるわ。なんなんだよ、こいつ。怖えわ。不意打ちで来るじゃん。ね、あいつもっと探せってことかな。最終的にどっかいるのかな。はい、最後の川もね、ゲットしたので、見せていきましょう。私たちインスクライプションの創造が持つ性質を理解しきれていない。私たちは二等辺三角形の建物のことをよく知っている。創造が行われている途中に青い男が訪れたこともだ。でもよくわかんないですよね。はい。こうなって欲しくなかったが、私たちの、タロットカードが品切れになると。これ以上フォロガーを持ってきても引き取れない。はい。了解。ん？チャンネル登録者が100人に到達した時の自撮りだ。悲しみを紛らわせるために動画の制作を始めた。あれを好んで視聴する人がいるなんて未だに信じられない。今年ラッキーカーダに大きなプランがある。あれか、ラッキーカーダさんの日記になってる。あれ最初からそうだっけ？はい、4時って出てきましたね。そっか、これって1周目やってなかったっけ？あれさっき、あれウロボットってやっぱり1周目でゲットしてましたよね。あれでもなんか、あれ6時で飽きなかったっけ？一回ゲーム落としてるから変わったかもしれないですね。よくわからん。あ、これでウロボットがゲットできるわけだ。なるほど、なるほど。よかった。さて、名もなきボスとの対決でございます。今回は小雨でいきましょうか。ああ、この世に生まれたぞと。さてさて、今回引いてるカードはこんな感じですかね。ルールどうしましょうかね。カードが死んだ時にどうのこうのとか。これがいいかな。あなたのターン開始時に私はジャンプボットを1枚出す。にしましょう。で、まあ、ジャンプボットが勝手に出されましたよ。スワップボットか。厄介だな。スワップボットは、まあ、倒せないことはないか。ここに出しておこう。セントリーで1ダメージ食らってスワップされるが攻撃による。あ、次か。セントリーってダメージ食らわないと発動しないのか。セントリーじゃねえよ。ハリゲか。なるほど、なるほど。結構やっぱり厄介ですね、いろいろと。ここに出しておこう。で、攻撃をしましょうか。いいかな？問題ないかな？ OK。はい、交付のカードはセントリーでやっつけれます。はい、ジャンプボットが邪魔ですが、ここはカード1枚引いて、悪臭持ちのね、カードですね。シールドボット出していきましょう。この辺のカードもね、そろそろやっつけていかないと。まあ、このターンに、大中エヴァ勝つか。OK。孤独なウィズボットが強い。さあ、フェーズ2用の、ルールは、何にしようかなと。簡単なやつがいいですね。あなたのターン開始時にランダムなカードが出される。これがありがたいね。はい。痛い。嘘。ずるくないそれ。はい。シールドボットに。なんかいろいろ出たな。いまいち今の状況ついていけなかった。はい。ルールを作るゲームを壊す。さてどうしようかな。タッチオブですとか使っても良さそうです。これでいいかな？はい。グエ。痛え。まあ、フィッシュボットでいいダメージを与えられそう。しかもこっちにボルトハンドを出してくれるこのありがたさ。そして大きな役立つやつ。いいですね。じゃあどうしようかな。とりあえずスワップボットが厄介だなーっていう感じですね。だったら、ここにエクスプロード出しておこう。で、交付のカードもあるな。端っこにインセクトドローンを出して、これでいいんじゃないかな。はい。で、1ダメージ食らうと。もう一つ、待って、増やすのやめて。3つ目は私知らない。じゃあ。これにしようか。あ、怖っ。すべてのカードが1ダメージ受ける。いいね。まあ、ターン開始時なんでそこまで脅威じゃないですね。まあ、あと4ダメージ与えれば勝てるので、勝ったでしょう。これでいいかな。はい。OK。3つのルールをもろともしない。最強ですね。さあ、これで4つのボスを倒しました。ここからはちょっとね、フィールドをゆっくり見ていこうかなと思います。はい、ここが東ボットピアの場所ですね。ペンチとか、なんか工具系のものが置いてあります。あ！どう？初めて来た、ここ。金額者がいたとこらへんかな？どこでそれを手に入れた？さあ、入ってみましょう。お？戦い？キノコ。これは一体？本当だよ。こいつはボットピアのウーバーボットじゃない。この不快なキノコは一体どこから湧いて出た？なんか変な感じがするぞ。怖っ。我々はロボットの支配権を得た。完全な支配だ。すげえ、金額者実写だ。今から実験をしなければ。カードゲームをプレイしなければ。知らない。全くもって知らない。二つを一つに。二つを一つに。合体。おお。グロテクスクこんな面白い戦いもあるんですね。まあどうしようかなと思うんですが、一旦目は様子見でもいいんですがね。様子見してみますか。はい。次があそこは合体しない。真ん中、なんか真ん中寄ってきたな。怖っ。真ん中で合体するんだね、多分。次は、エコーか。はい、大興奮していただいておりますが、破壊して、まずは、爆弾布陣を出す。そして破壊する。2回攻撃なのでシールドボットを破壊できる。 OK で、11の攻撃力なのですが、次2ダメージ食らうと終わってしまうけども、孤独なウィズボットくんがいればなんとかなるよね。はい、勝っちゃうかも。ここで、回復させてエクスプロードボットを出し、でも5ダメージ与えてもダメなのか。 OKOK で、さらに、2体出してくる。しかし、孤独なウィズボットが強いよね。さあ、引くカードはダブルガンダー。まあ、しかし、スナイパーボットを出していくかな。OK。で、ここはインセクトドローンを破壊し、シールドボットに一撃。どっちでもいいけどね。はい。さあ、あと1ダメージ与えれば勝てますね。さあ、1ダメージ与えるのは造作もないので、ここに置いておこう。さあ、突破できるはずですね。OK。第2ウェーブある。二つを一つに、二つを一つに。おお、こっちのカードをね、二つどころか三ついったよ。いた。ずる。ああ、でも場はガラ空きと。こちらかなり有利じゃないですか。はい。攻撃。勝った？あらま。まだある。何？バグカード？それはまさか。よし。実験の成果が現れた。やったな。これは破片のようだ。オールドデータのな。精査しなければ。ロボットは忘れなければならない。おう。よくわからん。ひどい気分だ。挑戦者一体僕に何をした？よくわからないぞ。マジでレジストをクリーンアップしないと。いや、何が起きたんですかね。金学者のとこでなんか戦ったんですが、それ以上のものは何も得てない。もう一回言っていい？特に何もないですね。結局何がしたかったんだ？ん？ああ、回復したのね。別になんか2つのカードを1つにしてるわ。マイコバット。なるほど。なんか1枚のカードをランダムでこう、まあ、2枚のカードをランダムでこう1枚にして、返すっていうイベントだったのかな。よくわかんねえ。面白かった。お、あれ？うまいこと言った。これはスライムくんの空間じゃないわ。感覚遮断くんだわ。なんか振り向いたり振り向いたりしたらいろいろできた。感覚遮断くんじゃなくてやっぱスライムくんでしたね。ここで何をしている？こっちが聞きたい。そいつを見ないでくれ。気に入った？どうも。マスターのために書いたんだ。私の感情、希望を表現したのさ。いつかマスターに愛される時が来るという希望を。私がマスターを敬愛するのと同じように。なるほど。これですね。かわいい。他は、まあ何もできないかな。おう、嫌いなのか？だからもう見るつもりがないのか？嫌ってるのか？嫌ってるのか？めっちゃ怒ってくるやん。もっと見ろって。ねえ。帰っていい？またあれを見たのか？考え直してくれたのか？気に入ってくれたか？嬉しいぞ。よし、やるぞ。マスターに見せよう。友よ、ありがとう。お、どういうこと？マスターに見せると何か、まあやるぞ、私は本気だ。勇気づけてくれてありがとう。ようやくマスターに認めてもらえる。そうなのか？なんか、うん。最後は二股でしたね。ああ、二股のヒントがどこにあるのか全然わかんない。まあ、いっか、もう。結構探してるんですけどね。まあ、一つ気になるとすれば、ここで何もできないのがすごく不自然なんですよね。あ、もしかしてこれを作れってこと？作れるものあったかな、まだ。もうない気がするな。カードを作れる機能。そうですね、ないですね。ここはもう仕方がないですね。はい、ということで今回の動画はここまでにしようかなと思いますね。いろいろありましたね。最終的にトーテムのおばちゃんが何なのかよくわかってませんが、あれ以外の謎はほぼ解けたんじゃないかなと思います。謎の金学者とのバトルもありましたしね。それでは次回は、最終局面にね、参りましょうか。それではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあね。